ロンドンオリンピック世界最終予選、ここまで1勝1敗の上田ジャパン、オリンピック出場条件でもあるアジア最上位枠をつかむためにも、今日の韓国戦は日本の運命を大きく左右する重要な戦いとなります。試合のなかった2日間で徹底的に磨いた韓国対策で連勝なるか、まもなくホイッスルです。オリンピック連続出場を目指す全日本男子、開幕戦黒星、第2戦は負けられないベネズエラを相手に福澤が気を吐いた。ここからアジア3連戦、今日の相手はアジアのライバル韓国。次の韓国バレーを担う新生チョン・ガンインが力強いスパイクをコートに突き刺す。全日本男子はサーブで崩し、韓国に攻撃体勢を取らせない練習に重点を置いた。一戦一戦自分たちできっちり勝つことによって勢いがついていくんですし、その勢いっていうのをきっちり掴んでいきたいなと思います。オリンピック出場を大きく左右する永遠のライバル韓国との大一番を迎えた上田ジャパン。日本はレシーブに安定感のある米山、さらに高さ対策で2メートルを超す長身山村を起用します。すると序盤、その作戦が的中。日本最初のブロックポイントは山村浩太。さらにはエース福澤の強烈なバックアタックで主導権を掴んだ日本。しかし韓国も反撃開始。サーブレシーブの乱れから福澤がブロックされると、今度は山本が止められ連続でのブロックポイント、リードを許します。流れを変えたい日本は3月に手術をしたばかりの清水、そしてセッター近藤の2人をコートに。するとさあ日本、この長いが見事なトスアップです。いやー、いいわ、ハートですね。今近藤がよく上げました。ブロックかどうか、上田監督もこのガッツポーズ。さらに清水が今大会初のポイント、怪我から復帰した男がチームに勢いをもたらします。対する韓国はエースのチョン・ガンインを中心に食らいついていきますが、そのチョン・ガンインが勝負どころでサーブミス、そして迎えた日本のセットポイント。さあ清水はどうか、入れてきた、入れてきた、あーとヨーヒョン、またここで今度長野上げた、ついに役者が揃った日本、ライバル韓国から最高の形で第1セットを奪います。さあ流れよく日本第1セット取りましたが、加藤さん、はい、このセットのポイントはどこだったんでしょうか。やはり日本のターゲットサーブですよね。韓国の武器である時間差攻撃をそのターゲットサーブによって封じましたよね。なんといっても相手の1番チョン・ガインを潰したのが大きいですかね。そうです、日本もかなり意識してましたからね、はい、日本の韓国対策がここはうまくはまりました。続く第2セットも2人のエースが見せます。さらに福澤も決め、主導権は日本が握るかと思われました。しかし負ければ後がなくなる韓国に清水が捕まると、勝負どころのサービスエースを奪われるなど常に追いかける展開となる日本。今度もブロック勝負、デュースに持ち込みながらもあと一歩届かず、セットスコアをイーブンに戻されます。第3セット序盤、流れをつかんだのは日本でした。184センチのセッター宇佐美がブロック、さらに途中出場の石島、ブロックを嘲笑うこの技ありフェイント。
日本が5点をリードしテクニカルタイムアウトを迎えます。しかし相手はライバル韓国、簡単にはセットを取らせてくれません。福澤、石島が立て続けにブロックされ2点差に詰め寄られます。それでもさあ入れてきたサーブ、長野きっちり返せ、ツーレット、きっちり返せ、ツーレット。宇佐美が絶妙なツーアタック、再び流れを取り戻すと最後は韓国にミス、序盤のリードを守り第3セットを奪いました。勝利まであと1セットとした日本は第4セット、ボールをお見合いしてしまうミス、さらに逆に乱された日本。さあ頑張ってくれてた、しかしブロックにかかる。苦しい2段トスをエース福澤が決めることができません。終始韓国にペースを握られた日本、このセットを奪い返されます。決着はフルセットへ、激闘を制しオリンピック出場権獲得へ生き残れるか。やはり激闘となった宿命のライバル韓国との一戦、運命の最終第5セット、先手は日本が取ります。さらに福澤、そして松本、勢いづいた日本は止まりません。もう一点、もう一点、もう一つ、さあ乱した、まだブロックだ。やはりこの男がこのチームのエースです。なんと出だしから4連続ポイント。さらに福澤のサーブ、これも崩した。さあ日本チャンスボールに、よりゃー、水を得た魚のように選手全員が最高のバレーを展開。ブロックはどうか、飛ばされて、そしてエースがついに覚醒します。選手がつなげてくれたボールを決めることができるのがエース、試合前そう話していた福澤、大事な場面で2段トスを決めきるともう止まりません。これはちょっと乱れた、今度も福澤、ここでも2段トスを得点にした福澤、日本がついにマッチポイントを迎えます。韓国をフルセットで下した日本、オリンピック出場権獲得へ一歩近づきました。疲れました、今日も守りだったり攻撃だったりということで、まあ、いろんな意味で、うまくいくかいかないかということもありますけども、まあ、今日本当選手たち出た選手が頑張って、ね、やってくれると思います。とにかく一戦必勝でやってますし、最後まで諦めないでしっかりと戦っていきたいと思います。ありがとうございます。やはり大事なところで1点自分が取りたいというところで、まあ、今日第5セット非常にいい形で点数取ったと思うんですけど、苦しい場面でやっぱり周りに頼られるような選手になることが自分のやっぱ一番大きな役割だと思いますし、ああいった場面できっちり決めていかないと日本は勝てないと思うので、まあ、その点明日からしっかり頑張りたいと思います。今日は清水選手が久々にコートに長い時間経ったんですけども、もう心配なくできているので、まあ、今まで通りのこう信頼感というか安心感で、これからもっとこう一緒にこう戦っていけるように2人で頑張っていきたいなと思います。みんながこう喜んで拍手をやったと思うんですけども、まあ、今日はしてから1ヶ月半なんですけど、本当に苦しいリハビリもありましたし、そういうのを支えてくれたのもやっぱファンの皆さんのおかげもありますし、周りのみんなが助けられて、やっぱ自分こうやってここに
だったと思うんで、そういった面本当感謝しながらこの大会を乗り切れたらいいんじゃないかと思います。今日の5セット目みたいなスタートができるっていうのがすごく、それをやっぱりもっと1セット目からやっていかなきゃいけなかったなっていう反省の方があるんで、まあ、本当それは明日につながると思いますし、まあ、つなげなきゃいけないなと思います。いや本当に激戦でしたけれども、まずは加藤さん、もう会場の空気がちょっとすごかったですもんね。そうですね、かなり暑かったですよね。さあ今日まず勝って粘って勝って良かった点ではどこでしょうか。はい、やはり清水選手の1点目ですよね。大きい追で最初の1点目で、やはり、まあ、コートの中の選手もそうなんですけども、会場と一体感になりましたね。これがこう会場の空気を盛り上げた一つの要因でもあります。清水選手戻ってきましたね。はい、さあそして今日勝てた、まあ、第5セットも含めて勝てた要因というのはどこでしょうか。やはり宇佐美選手のトスワークですよね。まあ、ミドルブロッカーをうまく使いながら最後はエースで勝負する、はい、すごくいいコンビネーションですね。これ非常に難しいんですね、そういうこの辺のトスも含めて。そうですね、本当にこう厳しいところでよくクイック上げましたね。はい、また上げられた選手もよく決めてましたよね。そうです、まあ、多分誰が打ってもあそこは決まったと思いますよ。素晴らしいプレーでしたよね。さあそれではここで最も印象に残ったプレーを挙げていただく、こちら陽一の今日一、今日は何でしょうか。はい、まあ、やはり福澤選手ですよね。まあ、エースとしての仕事もそうですし、やはり、最終セットの14点目を取ったスパイクというのも、やはり自分がそのエースで決めてやるというその意気込みが感じられましたね。はい、福澤選手の場合はサーブレシーブも入りますよね。はい、そのエースといってもスパイク専門の選手ではないわけですけれども、はい、まあ、加藤さんも同じようなポジションでした。そうですね、今どう見てますか、この福澤の存在というのは。まあ、やはりチームの、その大黒柱として精神的にも、あの宇佐美キャプテンが言ってましたように、あの支えになっているということなので、本当にチームの主軸として今はできているんじゃないですかね。ちょっとこの一戦というのは福澤選手にとってもちょっと大きいんじゃないかなという気がするんです。そうですね、しかもまあ清水選手がまあ同じコートに立って、まあお互いにこういい刺激をし合いながら、いい戦いだったと思いますね。本当に勝ったから言えますけど、本当に心臓がね、もうドキドキしちゃうゲームでしたよね。そうですね。はい、それではここで今日のその他の試合の結果を確認しましょう。明日日本と対戦する中国はセルビア相手にストレート負け、明後日の対戦相手オーストラリアは3対1でイランを下しています。そして順位表はご覧のようになっています。日本は今日フルセットで勝利したため2勝1敗で勝ち点54位につけています。さあ明日のゲームとにかく大事になりますが、明日対戦する中国とは一体どんなチームなんでしょうか。チャイナ、去年のアジア選手権では惜しくも準優勝となった中国だが、若手が成長し80年代の栄光を取り戻しつつある。成長著しい若きエース、22歳のチーヘイ、そして同じ22歳198センチの長身セッター、リ・ジュンメイ、伸び盛りの2人が攻撃の要。再びアジアの最強へ、若き力がロンドンの切符をつかみに来る。なんといっても中国は高さもありますし、加藤さん、はい、あの22歳コンビを抑えなければ日本なかなか、ね、勝てないかもしれませんが。そうですね、まあ、それも大事なポイントなんですけども、やはり中国はリベロですね、あのワールドカップでもベストリベロになっていますし、今回も 52% というサーブレシーブの返球率なので、やはりそのコンビをさせる前にやっぱサーブレシーブをリベロを狙わないで崩すっていうことが大事ですよね。なるほど。さあそして日本はどういうところを中国狙っていけばいいでしょうか。まあ、中国はあまりサーブは強くないんですよね。来ているチームの中でも、まあ、リーグサーブの高果率というのは最下位なので、はい、まあ、サーブレシーブをしっかり日本が返して、宇佐美選手の多彩なコンビというのが中国 の, そのブロックをさせないようにするためには大事になってきますね。はい、今日の5セット目のバレーができれば絶対にこうストレートで勝てると思うんですよ。そうですね、どんどんミドルブロッカー使ってほしいですね。はい、わかりました。加藤さん、ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。